やってきました。美味しいマグロ丼のお店、マグロ食堂。こちらね、静岡県焼津市にあります。焼津魚センターのね、向かい側にあります。こんな感じ。今日はね、こちらでマグロのランチいただきます。これ見て、メニューがね、すごいんです。マグロのメニューがいっぱい。マグロ中トロ丼、マグロ鉄火丼、マグロ漬けサーモン丼、マグロ食堂海鮮丼、天然南マグロと天然本マグロの欲張り丼、豪華海鮮丼、あ、いろいろあって美味しそうだな。マグロプツ丼、マグロピリ辛ユッケ丼とかあるね。アボカドユッケ丼とかもあるし、サーモンイクラ漬け丼、あ、お子様丼とかもある。二色丼もあります。まかない漬け丼、お、マグロほほかつ定食、釜煮定食、あ、マグロの釜揚げだって。あ、これいいじゃん。サイドメニュー、マグロほほかつ。マグロのね、ほほ肉のカツはね、本当に美味しいからね、これ頼みます。マグロの釜煮も頼んじゃおうかな。美味しそうなメニューがいっぱいでしょ。はい、それでは店内行ってきます。一生懸命営業中です。心を込めて営業中だって。どっちだろう、両方だろうね。一生懸命心を込めて営業中なんだね、きっと。店内行ってきます。店内はカウンターがあってね、奥にはお座敷があります。こちらに小さなカウンターもあります。本日のおすすめ、天然マグロの中落ち丼1500円だって。これも美味しそうだね。天然本マグロ上トロ丼2300円、いいね。一番人気は天然南マグロ上トロ丼2000円だって。二番人気は天然本マグロと天然南マグロの欲張り丼。さあ、こちら券売機でございます。これが店長のおすすめ、まかない漬け丼だって。さあ、何しようかな今日はね。いや、悩むな。これいっちゃおうかな。天然本マグロ上トロ丼、これすごそうだね。2300円、これいきます。はい、あとは単品でマグロほほかつ食べます。これも頼んじゃおうかな。マグロ釜トロ煮だって。美味しそうだね。ありがとうございました。気をつけて。ということでね、いろいろ頼んでみましたよ。今日はマグロ三昧です。奥にはね、テーブル席があってね、今日は結構混んでます。はい、カウンター席に入ってきました。あー、なんかここは本当に美味しそうだな。マグロ食堂人気丼ぶりを失がってすげえなー、うまそう全部。おー、これもすごいね。マグロ食堂豪華海鮮丼3000円だって。うまそう。あ、これも良かったな。天然マグロ特上寿司、曜日限定、何曜日限定なんだろうね。いやー、うまそうだな、本当に。お腹ペコペコになってきたよ。まあ、本日はね、土曜日ですけど、空いてるであろう午後2時過ぎに来ましたけどね、全然混んでますね。若干待ちましたからね。来たよ、来たよ。こちらがね、天然本マグロ上トロ丼松でございます。2300円、こんな感じ。どうですか、美味しそうでしょ。こちらがマグロのほほ肉のカツでございます。ツナみたいなのがついてます。はい、それではいただきます。はい、マグロ食堂。はい、味噌汁から。ぬるい、薄口醤油、本マグロだよ。すごい、めちゃくちゃとろっとろ。そのまま食べてみます。醤油をつけて、これはうまいね。脂がすごい。来たよ、来たよ。マグロの釜にとろっとろに塗ってあるね、これ。美味しそう。こんな感じの
ランチになりました。トマすごいなこれ。ほら、いただきます。うわ、とろとろ。めっちゃ柔らかい。ほら、見て。こんなに肉厚の身がたっぷり入ってます。バグッといただきます。めっちゃ柔らかい。うん、釜焼きもいいけどね。釜にもいいね。ソースかな？ほら、頬肉。頬肉ぐらいね。食べてみます。頬肉はね、美味しいわ。若干弾力もあって。マグロ、ぶっかけで食べます。これは赤身かな、中トロかな。うまいね。ご飯までいかない。さあご飯食べます。うん、ご飯はね、冷たい酢飯、やや固め。しかしこのマグロすごい。肉みたいなマグロ。はい、マグロ煮たやつ。本当にこの脂の部分、最後は大トロ。はい、ご飯あります。奥さんの余ったご飯、マグロの釜煮の最後、マグロの釜煮丼一気食い。鬼滅知ってる？煉獄さんって知ってる？うまい、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 うん、うまい。はい、完食。ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。まあ一応ね、まあ結構混んでたんで、20分ぐらい待ちましたね。着丼20分ちょっとぐらいだった。まあ美味しかったね。やっぱマグロも美味しかったね。マグロしか食べてないか。まあ今日はね、天然本物の中トロ丼、マツのね、マグロ頬肉フライとマグロ釜煮をいただきましたけど、いや全部美味しかったね。大満足でございます。ということでね、本日は静岡県焼津市にありますね、焼津魚センターのね、まあ敷地内というか、ね、ちょっと魚センターの向かいにあるお店、美味しいマグロ丼のお店、マグロ食堂さんからでした。バイバイ。